麻布和敬の竹村隆二と申します。スーパーのうなぎで本格うな重作らせていただきます。今回うなぎはですね、思い切って付属のタレを捨てて洗い流しておきました。で、自分たちで作ったうなぎのタレ、うなぎのタレとして使って、いこうと今回は考えてますけど、万能に使えるのでぜひ、作ってみてください。材料を紹介します。タレ焼きのうなぎで、うなぎのタレで、うなぎのタレの調味料として濃い口醤油、みりん、ざらめ、たまり醤油、以上となります。うなぎのタレを作っていきます。まず濃い口醤油です。次にみりん入ります。ざらめ入れていきます。で、今回たまり醤油を使います。で、色を少し濃く仕上げたいのと、コクが生まれるので、こちら使っていただきたいですね。で、弱火にかけていきます。このタレの時は弱火でじっくり30分くらいは最低でもかけて、ザラメを煮溶かしてさらに少し詰めるという感覚で作っていただければ、とろみっていうのが出てくると思います。先ほどのうなぎのタレを30分から40分煮詰めていただいて、冷蔵庫で1日冷ましたものですね。こちらがこちらになります。少しやはりとろみが、濃度が増してくると思いますので、これでうなぎのタレその時に全て使わなくても保存が効いて、例えば4倍伸ばせばおうどんのお出汁とか、何倍伸ばせばそばのお出汁とか利用ができると思いますので、万能のタレとしても使っていただければいいと思います。タレ焼きを買ってきて、それで電子レンジで600ワット1分半加熱して、これから洗っていくところです。ぬるま湯でこのタレを洗い流してあげてください。優しくしないとうなぎは崩れやすいので、そこだけ気をつけて、タレだけ落とすという感じで仕上げてください。こういう感じです。こちらを軽く水気を切って、あとグリルで焼いていきます。皮目を少しそのまま焼き目をつけて、素焼きの状態をもう一度パリッとさせますね。そうすることによってタレが乗りやすくなるので、このまま少し近火で焼いていきます。こういう感じで一度、もう一度表面をパリッとさせるくらいに焼いてあげてから、うなだれ塗っていきます。2回ずつ焼いていきますね。まず1回目です。これで最後仕上げますね。はい、ではうなぎを盛り付けていきます。はい、こちらで完成です。